誰かが僕の頭を盗んだ。取り戻して、僕はあんたたちの力になれるかもしれない。どうする？ああ、参ったな。心霊現象なんて信じていなかったが、これ以上ない証拠を目の当たりにしてしまった。じゃなくて、この人の頼み聞くかってこと？どうしよう。私たちも友達探してるけど、この人も困ってるみたい。困っているようだし、俺たちにできることなら助けてやりたいな。そうだね。もしかしたらここから出る手がかりを教えてくれるかもしれないし。これ使えないかな？都市格好からするとこれだと思うけど。うん、大丈夫か美月？ダメ、私この匂い。亡くなってから随分経ってるみたいだな。手で持って。さっきのバケツ使ってみるか。このバケツなら入りそうだな。うん、俺がやるよ。美月はバケツを持っていてくれるか。わかった、ありがとう袋井。いざ。二度と味わいたくない感触だよ。持ってきたよ。君の頭だと思う。受け取ってくれ。僕の頭だ。僕の顔、こんなに腐ってしまって。なんだこの虫どもは。僕の顔、見にくい。同情するよ。ここには君と同じように亡くなっている人が大勢いる。なんとか警察に連絡して犯人を逮捕してもらわないと。
お前、哀れんだな。僕をかわいそうな奴だと思ったな。いや、そういう意味では、不快に感じたなら謝るよ。僕が惨めだと思ったろ。醜くて不潔だと思ったろ。二度と僕の体には触りたくないと。フクロイ、なんか様子が変だよ。ああ、ここは一旦外へ。自分がまだ生きているから、だから死人を見下す傲慢な聖者、お前たちもこっち来い。お前たちを奴らに渡してやる。怖いぞ。奴らはとびきり怖いぞ。いった。ここは、フクロイ？フクロイ？どこ？どっかその辺で気絶してるのかな？あ、そうだ、ろうそく。しっかりして、私たちなんかヤバそうなとこに落とされちゃったよ。フクロイってば。フクロイ、嘘、冗談でしょ。ねえ、笑えないって。誰か来る。どうしよう。誰か来る。どうしよう。
やばい、絶対やばい、逃げなきゃ。ごめん、フクロイ。あ、待って君。何なんだろうここ。昔の防空壕か何か。女の子？こんなとこに。私たちみたいにこの建物に閉じ込められたのかな。そこの子、ここは危ないから。あなた。お姉ちゃん、お姉ちゃん誰？あの人殺しのおじさんの仲間？あ、違うよ、怖がらないで。私もね、逃げてきたんだ。あなた、この地どうしたの？人殺しのおじさんって。わからないの。大きいおじさんに友達が3人殺されて、私だけ助かったの。そう、ひどい目にあったんだね。お姉ちゃん、お友達を探してる途中なんだけど、よかったら一緒に来なよ。ここ危なそうだし、ぶっちゃけ私も一人じゃ怖いしね。うん、ありがとう。思ったより入り組んでるみたい。地図でもあれば。こっちだよお姉ちゃん。こっち、道に詳しいんだね。慣れてるから。え、そういえば あなたのお名前まだ。篠崎幸子。いった。何するの。さあ何をしようかな。なんなの？ここ。ここに知り合いでもいた？どれ？返してあげる。一部でよければ。全部吐いて楽になっちゃうといいよ。やめるわけないのにね。おい、薄野郎、そいつを捕まえて。そうだな、吊るせ。
ごっこ？出口はこっちだよ。たどり着けるかな？来ないでよ！大人って頭悪いな。お前らみんなこれに引っかかる。逃がさないんだから。心配しなくていいんだよ。今からいっぱい痛い思いをして死ぬからね。なんで私なの？どっか遠い国の私の知らない誰かにやればいいじゃん。なんで？お姉ちゃん、肌きれいね。決めた。あなたはカワハギの毛。顔の皮を全部剥いたら、体
体も隅々まできれいに拭いてあげる。きれいなプルプル。これつけたら私も大人になれるかしら。この穴から中が見えるかも。おい、みつき。どうした？誰かが中に、こっち見てた。そんなバカな、下からは足が見えないぞ。俺が確認してみる。トイレに男子が入っちゃいけないんだよ。何をあんた。トイレに入れたの？待って、私。いけないんだよ。
こうしている間にも、マユの身に何かあったら俺は、下に降りて、あれを拾って、戻ってくる。簡単なことだ。深さは糸のここまでだから4メートル強ってところか。思ったより深いな。登る時だが、その辺の教室から机や椅子をいくつか運んできて、先に穴に落としておこう。最悪の場合、1時間後にはすぐそこの玄関に田口さんが戻ってくるから、大声で呼べば助けてくれるだろう。これでよし。行くか。ぐっ、足が くじいたかもしれない。地面が床みたいに平らじゃないことくらい予想できたろうに。これは、マユの学生証。なんでこんなところに。まさか上からここに落ちて。マユ、いるのか、マユ。こんなに人が、それもほとんど俺と同世代の。院長、おい、篠崎。篠崎。なんで、誰がこんな。落ち着け。冷静になるんだ。篠崎は死んでいる。これは死体だ。そこら中にある死体の一つだ。そう、篠崎の形をした肉の塊だ。ものなんだ。篠崎には岸沼がついていると思ったのに、あの単細胞は何をやってるんだ。あいつがどこかで油を売ってるから篠崎がこんなことに。こんな、遺族のために何か持って行った方がいいよな。こんなに血で汚れた制服はダメだな。遺族が動揺する。
下着なんて論外だ。髪留めのゴム紐はありふれている。もう少し篠崎の個性が伝わるような。委員長のろうそくはここにはないか。髪の毛とか異髪ならいいだろ。ハサミがないから。そうだな、仕方ない、歯で噛み切るか。人の髪の毛ってのは意外と丈夫なもんだな。綺麗に切れない。別の部分ならどうだ。例えば爪とか。あ、待てよ。は、いや、舌がいいな。いいよな篠崎、遺族のためだ。口を開けてくれ。舌が、舌がないじゃないか。畜生、誰が、ふざけるな。これじゃ俺が、仕方ない、歯で妥協するか。くそ。抜けない。指で引っ張ったくらいじゃ。あれ、目の前が真っ黒。黒、お前も、俺、